UTMF 2022直前インタビューシリーズでございます。今日は松永博明さんです。松永さんよろしくお願いします。お願いします。まあ、3年ぶりの開催、ウルトラトレイマウント富士も、もう、そうだ、ちょっと事前に。2019年が最後でしたもんね。そうですね。もうあと2週間は切ってというところでお話を伺うんですけれども、まあ、松永さんといえばもう、私のちょっと確認した限りではもう第1回大会から開催された回は、マウント富士の方はもう欠かさず、あとモンブランなんかもね、出てらっしゃるんで、うん、まあもうこの世界、この、それで、上位にもね、入ってらっしゃるということなので、まあご存知の方も多いと思いますけれども、改めてちょっとね、ここで3年ぶりの大会に向けて、ぜひお話聞きたいと思っております。どうですか ?3 年ぶりの UTMF、今、まあ、ちょっとざっくりした話なんですけど、心境というか、どんな気持ちで迎えてらっしゃいますか、そうですね。まあ、一言で言うと、多分一言で言ってほしいでしょ、僕の話が長いから。いや、とんでもない、もうゆっくり。ね、ゆっくりお願いします。やっぱり、毎年やってた時とは違いますよね。うん、それは、毎年やってた時は、まあ、ね、今年がダメでも来年こうしよう的なのももちろんあっただろうし、まあ今年もまたこの季節が来たかぐらいの、やっぱね、もう10回近くやって連続で出てれば、まあそういう感じだったんですけれども、この2019年を最後ね、2020年、2021年が、まあ丸きしなかったっていうところで、なんかこう、まあぽっかりね、心に穴が開いたような気ももちろんしたんですけれども、それ、まあそういう面は置いておくと、やっぱ100マイルをずっと毎年走り続けてた体、あと心っていうのは、正直なところ多分結構疲れてた。多分。そう、やっぱり100マイルって負荷大きいから、で、年にね、まあ僕は多くて多分年に 2本だったと思うんですけど、多かった年でも。まあ10年近く連続でずっと2012年から多分 UTMF が始まって、で、僕は100マイルに出るようになったのが2009年からなんですよね、UTMB で。で、そうなるとまあ2009年から毎年1本は必ず出る感じで来てたわけですよ。で、それがもう10年近く続いて、それが10年目が2019年だったわけで、だから10年連続で100マイルをずっと走ってきたわけですよ。やっぱね、疲れてたんだと思うんですね、心も体も。うん、で、なんかワクワク感っていうか、なんかそういうのは、だんだんまあなんかマンネリとまではいかないけど、やっぱりこう、なんて言うんでしょうね、その、まあ一言で言えば疲れてたんだと思うんですよ。うん、なんかこう特別な意識というよりかは、まあまた来たかみたいな、いい意味でも悪い意味でもまあ普通になっていたというか、うん、でもこの2年間丸きし100マイルから離れて、まあ普通にね、もちろん僕の顔見つけを見れば分かると思いますし、ね、僕のソーシャルメディア YouTube とか Facebook とか Instagram とか Twitter とか見ていただければ、まあもちろんね、あとストラバとか見ていただければ、ストラバね、はいはい、見ていただければ分かると思いますけど、まあ毎日普通に走ってたわけで、走り続けてはいたけれども、でも100マイルというまあある種ターゲットをなしにして走ってた時と、それをターゲットとして走ってた時じゃ、やっぱりね、こう、心と体に対する影響っていうのは全然違うので、日々ですよ、それは。大会だけの負荷じゃなくて、それに向けてトレーニングっていうのは365日続くわけなんで、だから言ったら365日ずっとそれのこと考えてね、やってるわけじゃないですか、ある種。だからそれが2年間抜けたことによって、まあ僕は非常にリフレッシュ。うん、心も体も、いい意味でリセットできたんじゃないかなって。すごいこう、それは純粋に思いますよね。で、だからそれができたことによって、そのワクワク感っていうか、なんかちょっと走りたいなっていうか、100マイルを純粋になんかワクワクするっていうか、走りたいなっていう欲求というか、そういうのがまあ、こう自然と湧いてくるような、まあ、コンディションに、なった感じですね。だからもう今まで連続で出てた時よりも、まあ、
いや、お祭りが来るな、みたいな、ワクワク感みたいな。なんていうのかな、その大会に、そう、100マイルって、まあ、UTMF に対するワクワク感もあるけれども、その100マイルっていうことに対して、なんか久々に、ああ、あんなことできるんだな、みたいな、そういう喜びっていうのが、まあ、喜びですよね。うん、僕今新潟に住んでるんで、新潟に住んでるとね、長い冬、本当吹雪の中とか、もうね、もう、なんて、めっちゃ風強くて雪がブワーって当たる中走ってて、で、ね、まあ関東の方から言わせれば、今日は雨風強いから走る感じじゃないから、みたいな時がね、多分あると思うんですけど、そんなこと新潟で言ってたら走る時ないからね、みたいな。雨風吹いた時に走らないなんて言ってたら走る時なくなりますんで、新潟じゃ。で、まあそんな冬なんか毎日そうなんで、で、それを、ね、そういう冬を迎えて、通り抜けて、迎えた時の春の喜びの解放感みたいな、まさに今なんですけど、まあなんかそういう感覚もやっぱりありますね。だから走れる喜びっていうか、その UTMF、イコール100マイルを走れる喜びっていうのが、こうなんか自然と湧いてきてるのを感じますよね。なくてごめん。いや、ね、多分、まあ、いろんな方いらっしゃって、僕なんかが想像したのは、まあ、やっぱりその体作りというか、毎年のサイクルみたいにしてやってたのに比べると、なかった、このね、3年間、大会少なかったこととかがあったりする、3年間、2年間か、ね、大会が少なかったこととかを考えると、まあ、ね、ちょっと体作りが追いつかないとかっていうような、だからむしろ3年目はちょっと不安っていう人もいらっしゃるかなと思ったけれども、松永さんはやっぱりちょっとレベルが違うというか、むしろいやいや、もうワそクんワクなしてしこょうとがはないないと。けど、だけどレね、ベルは違うっていうあ、いか。やいやいや、けどなんいかその長い冬っていうんですか、まあ、気候的にね、このすごく、まあ、この新潟の地が雪深くて、その多分春のこの時期に開催される大会っていうのは、そういう意味で待ち遠しいというか、本当にまあ、それが3年分こう溜まったというふうに考えると、待ち遠しくて仕方がないっていうのは、なんか実感というか、なるほどっていうか、改めてね、お話聞いて思いましたけれども、そういう意味では、じゃあ3年ぶりの開催というのは、松永さんにとっては、もう、ワクワクして、むしろパフォーマンスという意味でも、すごくプラスのことしかないっていうような、そんな感じなんですかね。まあ、パフォーマンスとかあんなそういうのはよくわかんないですけど、そういうのはね、だって開けてみないとわかんないし、本当走ってみないとわかんないけど、ただ単純に感情として 喜び？ね、だって100マイルを走るっていうのは、100マイルを作ってくれる人がいて、そのね、僕は100マイルを作る大変さもなんとなくわかるんで、大会をね、いろいろ取材もしてるんで、年間15近くね、大会をやっている中で、大会を作るっていうのが大変さもわかるんで、そういう意味では、その1メートルをつなげるために、どんだけみたいな、ここにエイドステーション作るために、どんだけいろんな人に電話して交渉してみたいな、ね、そういうのもわかるんで、だからそういう意味では、その100マイルっていうコースをつなげていただいて、そこを走らせていただけるっていう喜び。その舞台があるってことですよね。そういう喜びが大きいですよね。だって、去年とか一昨年とかも、ね、まあ去年なんかまあ特にそうだったですけども、やろうとしててね、できないっていう。で、それは状況としてあるわけで、で、なんていうかな、もう本当運営サイドから言っても、もう断腸の思いっていうか、そんなのはもう容易に想像はできるわけで、だからそういう意味では、本当にここまで持ってくる苦労を考えれば、もう一言感謝の一言だし、だからまあそういう意味ではね、それは喜び、これが実現するっていうことに対しての喜びっていうのが、一つ一番大きいですよね。だから自分のパフォーマンスがうんぬんっていうか、その場があるっていう喜びですよね。その先ほど今お話になったように、その松永さん、まあこうプロアスリート、トレイルランナーであると同時に、まあこう青ヶ岳スカイレースだったりとか、櫛形ウィンドトレイル、あとトレイルランナーズカップといった、まあいろいろさまざまな大会、自分でもこう主催する側として、でそういう顔も持ってらっしゃる。で、私、まあ何か
インタビューだったか、もしかしたらオフレコだったかもしれないですけども、まあ、やっぱりそういう中で、モンブランであったりとか、このマウント富士っていうものを、まあ、こう、超えていくような大会っていうか、もうそういうのに多分刺激を受けつつも、もっといい、それよりも、この地元の、新潟のね、この三条だったり、見附だったり、そういうところの素晴らしさをこうね、アピールしていきたいというようなことを、おっしゃったことあったなと思うんですけれども、まあ、そういう意味では、やっぱり今も、やっぱり UTMF、何かこう、ちょっとこう、松永さんにとって何か目標というか、こういうところが、なんか、素晴らしいというか、こう参考にしているということとか、なんか、まあそうですね。もう間もなくね、公式発表というか、あとホームページも公開する予定なんで、で、実は昨日、一昨日ぐらいから、発表は、こう、非公式というか、我々の運営している大会では発表しているんですけども、ディープジャパンウルトラ100っていう、100マイル、170キロ、累積1万メートル、あと70キロ、累積4000メートルっていう大会を6月23、24、25、26っていう4日間、まあ、今企画はしていて、まあ、これなんか本当に UTMF は非常にこう参考にさせていただいてますし、まあ、そう、UTMF 自体は、そもそも UTMB を、持ってこようっていうか、やっぱりこう、お手本としてやっているはずなんで、ですから、まあ、僕はその両方を、こう、なんて言うんでしょうね、まあ、いいところを見つつ、で、苦労、やってみて、ああ、UTMF だからこんな大変なんだみたいなこととかも、まあ、感じているんですけれども、でもね、UTMF でそういう意味ではね、非常に僕見習うべきところだなっていうのは、やっぱコースの作り方ですね。それはどういうことかっていうと、多分客観的に選手だけの目線で見れば、なんで一周しないんだとか、ね。それは海外選手なんかでもう完璧に言われるわけですよ。もう UTMF 一周しないから俺出ないみたいな。そんな選手いますよ。僕は知ってる。で、俺は最後 UTMF 一周の時に勝ててよかったとか言ってる選手もいるし、そう、もういろいろやっぱね、それは、なんていう、選手の立場から言えばそういうのは当然あると思います。でも、大事なところは、UTMF がね、すごいところっていうのは、やっぱりそこで諦めずに、しっかりと線をやっぱ繋いだってところですよね。普通だったらもうあそこの時点でもう、大会自体をやめてしまう可能性だってあるわけで。で、そこはある種執念を持って、今160キロ、165キロっていう、このね、なんて言うんでしょう、まあ、命の線みたいな、もう本当に魂の線を繋いでるわけじゃないですか。それっていうのは、すごいやっぱりね、その運営サイドの思い、その強さ、やっぱそういうところに、象徴されてると思うんですよね。で、まあ、選手としてとかは多分ね、なかなか気づかないと思うんですけども、で、かといって、運営サイドがあんまりね、いや、苦労話を話しするわけにもいかないから、言ったらそういうのって、こんな言い方があれだけど、ちょっとダサいっていうか、言い訳に意味た感じになっちゃうから、あれですけども、まあ、ちょっと考えてみれば、富士山っていうのは、まあ、日本の象徴であり、もう世界的にも非常に有名な山で、で、みんながみんな、もう多くの方がそこの周りでいろんなことをしてきてる、歴史ある場所であり、いろんな、そんなこと言い方あれだけど、利害関係もあって、ね、で、ですから、そんな簡単に、全く何もない、こう、空白地帯にポンって線引いてるだけじゃなくて、もう非常に昔から大変な、その、ね、こう、事情が入り乱れてるところに、こう、攻め込んでっていうか、そこを走らせてあげたい。やっぱり日本といえば富士山だって、その周りをどんだけ苦労してでもこの線を、ま、一周させるんだ、100マイルを結ぶんだ。普通の100マイルとか普通の大会をやるような思いでやったらもう完全に弾き返されますよね。もうそのハードルは非常にもう信じられないぐらい高いから。もう普通に何回でも諦めるところなんてあっただろうし、この大会自体が頓挫するもう瞬間なんていくらでももうなんかもう何万回もあったと思うんで、でもそれでも諦めずにこの UTMF っていうのは大会を継続して、しかも10年近くですよ。それは本当にもう尊敬というか敬意というか、まあ
僕はな、やっぱ、そこは正直、まあ、そこまでできないなっていうか、そこは本当にただ一言で言えばリスペクトですよね。本当にすごい、他の場所でやる100マイルとわけが違うから、富士山の周りっていうのは。だからそういう意味では、まあね、なんて、運営サイド護衛するわけじゃないけど、でもそういうことをね、まあ、例えばその逆の立場っていうか違う立場を考えて、考えていただいたら、まあ多分ね、なんか違う見え方、コースから走る時の、その UTMF 当日のコースであったり、そのいろんな瞬間、たとえ舗装道路を走ってたとしても、たとえ街中を走ってたとしても、そこをどう通さないと、なんとどうしようもない状況っていうのが、どれぐらいその後の、その後ろにあるストーリーがあるかっていうのは、だって運営サイドは間違いなくトレイルを通したいわけなんでしょ。理想のコースなんていくらでもあって、でもそこを通せない理由っていうのがあるってことを理解していただいたり、イメージしていただいたら、この UTMF っていうのはどれぐらい、まあ、価値があって、重いこの線をつないでいるかっていうのは分かっていただけるんじゃないかなって、まあ、僕がその100マイルを今、線をつないでいる時に感じたのはもう本当にね、まさにそういう思いなんで、UTMF はめちゃめちゃ大変だみたいな。まあ、松田さんもね、まさに今現在進行形でいろんなことを経そう、験現され在てる進か行形ですら、けど、それもうだけこでのも。1、2週間でね、公式発表、そしてホームページオープンと、あとエントリーをしようと思ってますけど。最後に松永さんは、コーチングのね、コーチとしての顔も持たれてるということなので、多分そういうこう、あのクライアントとして出る方にも、UTMF で初めて100マイル挑戦しますとかっていう方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、こああ、のそうですね。UTMF を完走する上で、特に今回初めてとかっていうような方に対して、ちょっと一番大事なことっていうか、たくさんあるんだと思うんですけれども、一つね。この機会にちょっと披露していただけたらと思ったんですけど。UTMF を完走するために一番大事なこと。そうですね。それはいい質問だね。いっぱいある席もいますか？UTMF。まあ言ったら100マイルって多分くくりになるとは思うんですよね。だから100マイルを完走するために一番必要なこと。それは多分ね、ゴール地点に行けばわかると思うんですよ。何かっていうと、この人がって人がゴールしてくるからね、多分。なんていうのかな。特に海外なんかそうだけど、なんていうのかな。一見もうもっとね、こうトレーニングを重ねて、で、言ったら、体型って言い方あれですけれども、体の線というかそういうのも、もっと速そうで強そうな人たちは、がいくらでもやめていって、で、そういう、っていう人たちがゴールしてくる。そこにね、多分ヒントが隠されてると僕は思うんですよ。それは何かっていうと、体力とか、技術とか、そういう体のこと？そこが全てを決めるわけじゃないってことですよね。この UTMF の線をつなぐのと一緒で、ある種執念ですよね、心。心技体ってよく言いますけれども、オリンピックアスリートがよく、まあね、あの、い、あの、なんていうんですか、こう、金メダルを取った選手なんか特にそうなんですけど、大会後にインタビューというか、いろいろアンケートを取ると、心技体のうち一番大事なのは何ですかって。もう100%に近い確率で心で、心ですよね。だから、結局、完走するために一番大事なのは心なんですよね。で、どんなことがあっても必ずゴールするんだっていう、その決意。制限時間って意外とね、ちゃんと、なんていうんですか、みんな考えられてるから、普通に前に進んでさえいれば、ゴールできるはずなんですよ。どっかで諦めたりして、停滞してると、まあ多分間に合わないと思うんだけど、そう。だから、あなたの持つすべてを出し切れば必ず本来はゴールできるような制限時間になってる。だってそもそも参加資格があるわけですから。だからそういう意味では必ずあなたがゴールできるようになってるんだけれども、どっかの瞬間で諦めなければっていう、そう前提条件なんで、その前提条件を満たすためには、
心ですよね。しっかりと心を最初から最後まで持ち続けて、必ずゴールする。まあ、まあ、そういうふうな、一貫した気持ちを持ち続けるっていうのが、まあ、大事かなと。まあ、マラソンのタイムとかね、こう年齢とか、そういうことじゃなくて、もっとその自分にはなんかもっと走りきる力があると、隠されているというか、まあ、それ持ってるんだというふうに強そうくですね。思って、それをどういうふうに発揮するかというふうに考えれば、おのずと道は開けるということなんですかね。そう、素晴なるらしいまとめですほど。ね。はい、そのわ通りです。かりました。まあ、ぜひこう、まあ、松永さんもすでにね、UTMF は第1回から、全てコンプリートされている松永さんの教えということで、もし初心者というか、まあ、初めてでっていう方で、ご覧になっている方には参考になったかと思います。松永さんの言葉を信じて 一緒に、完走を目指して頑張っていきたい、いただければと思います。はい、わかりました。松永さん、松永博明さんでした。インタビュー伺いました。じゃあまた大会当日お目にかかれるのを楽しみにしてます。はい、ありがとうございまありがす。とうございました。